青い油噴火炉は香港に買って存在した清掃工場。青い油地区の水資湾を埋め立てて造成した土地に1.4ヘクタールの敷地面積を使用して建設された。1978年の運用開始以来、ゴミの減用により埋め立て地の寿命延長に貢献してきた。ゴミの最終処分場としての埋め立て地が不足してきたため、焼却炉を建設することにした。 建設の請負い契約は7つの国際企業グループが争ったが、最終的に英国のクラーク・チャップマンに決定、1973年11月29日、締結された。1978年10月17日、正式な開所式が行われた。旧式の清掃工場とは異なり、電気集人機を設置している上、高さ150メートルの煙突は、 県日常や来地威嚇の同様な施設に比べて高く、汚染物質は地面から離れた場所に拡散した。1989年、香港成長は、ポリューション・イン・香港、A タイム・ツー・アクトという白書を発行した。1997年5月、創業停止。敷地は、大キシン、フラン、アスベスト、重金属。 石油由来の炭化水素で汚染されていたため、すぐには解体できなかった。2007年、建物本体と煙突の解体を開始。解体前には、解体後の再開発を見据えて、敷地の除染を行った。2008年現在、香港政府は、新しい焼却炉の建設を検討している。2017年現在、この場所に納骨堂を建設する計画がある。 ありがとうございます。